はい、ただいま芸人に到着したんですけれども、どうやらですね、なんか大ごとになってます。なんか物がものすごくごちゃごちゃ動いておりますね。はい、ちょっと今から何が始まるんでしょうか。なんかここから物を立ててるみたいです。ちょっと動画をタイムラプスで早送りして見てみましょう。それぐらいじゃないと邪魔だと思うさすがに。今もうこの高さでこれだけど、ここにこうあったら多分仕切り的になるっていうんだよ。まあ、ね、そうと思ったら真ん中やっぱいるか。これが多分真ん中一歩まっすぐしても変わらん気がするね。あんまりここないよね、絶対。でよ。一歩下に、うん。この真ん中から。まあ、これはこのままで行って。下した方が良さげよね。うん、その感じ。まずこれをやろう。でもあれってどうやってガチガチにしようかね。固定クランプなんかね、やっぱでもな、この味が全部固定でやる気いいんかね。全部枠組みをもう全部固定にして、で、ただ斜めをこう自在でやっとるけ歪まん、まあ違うよね、歪まんのんかね。それはあるよね、絶対、うん、全部が歪まんけん、ところどころ歪むけこうなるんかね。多分ああいうのってさ、多分下まっすぐだけど上多分すっげえ長いこの力だと思う、うん、こう、斜め、うん、上の面に出して、上の面に出して、斜めになりました。ああ、そばいるって言ったらないよりはやった方がいいけど、ね、よし、屋根屋根。え、ここ斜めは別に後で入れるもんね。後で入れる。まず屋根を作って帰れる、あ、切らに行くの。ぐらいな、切るしかない。ぐらいな、入れる。うん、屋根は極力外に出したいよ。あ、そういうこと、じゃ切ろう。あれ、降りそうだ。あ、まあでも。こっちはこれでいいかも。うん、出しておいた方がこっちに雨が入らんかもしれない。番線弱そう。これいける？番線なもんな。僕たちだけ枠があったらいいよね。あ、ダメ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 。こっち出す、そっち出す、こっち、そっちちょっと出す。あ、そんぐらい出していいよ、そんな。うん、これぐらいで多分こっちの塀あれぐらい。番線で止めようか。一旦まず番線で止めよう。木を、それか木をたっける。間に合う。あ、嘘。日没まで間に合う。日没までちょっと間に合わせたい。あ、これでもやっぱ木をさ、余裕持っててよかったよ。すんのこれ。完全に。ハハハ、やっぱ番線ちぎれた、巻きすぎた。あ、クソ、でもめちゃくちゃいいかかりしてるこれ。
くそ、かかったよこれ。ギリギリ一番キワいとこで切れた。これダメ、これ外れるっすかね、これ一番キワいとこで切れたよ。やっとくか。これ丁寧にな。そうね。命を大事に。のの字、のの字を作って。どういうこと？グググ。疲れた、頭痛い。頭痛が痛いもん。最近蓄膿がひどい。やばい。蓄膿。黄色いやつや。どう？こっちは動くよ、やっぱり。頭痛薬飲むけ。大きいくちょうだい。これか。うん、頭痛薬飲むけ。多少は緩和される。大きいください。かかったらやばくない？え？車の塗装できるじゃん。できるよ。ジャオンさん。余裕で入るよ。いや、やらんよ。もう自分の車もしかしてやっちゃう。やばい。ティファニーブルー。念願のティファニーブルーに車も。入るね。余裕でしょ、だって。屋根6メートルあるけんね。余裕やん。車入るね。フルサイズいけるじゃん。そもそも。よいしょ。あ、ここどうやって閉めよっかな。ここの飛び出方が違うんじゃけど、だって高さが違うのかい。ここは、下の下が台形だけ。ああ、そういうことか。まっすぐ行ったらダメなんや。5時ですよ。やばい、リミットが。でもなんかこうやってさ、こう入ってったらさ、危ない。それっぽい。それっぽいよね。屋根が、できよって。え？まだ開くやろ。そういうことやめて。危ない、絶対。マジ怖いね。、はい、今回の窓が開いてないっすね。大丈夫。前回の小屋は社会の窓、社会の窓開いとったっけどね。どうしよう、あの前崩そうか、あの屋根崩したら、あの針がいける。針が何個か入れとったのよ。あ、もうあっち崩したんすか。あっちもうないよ。初代もう。いろいろ足りんかったけん。でしょうね。あ、じゃあこういうまたパイプも使い回しみたいな感じですか。はい、全部ですか。計算して買ったのにもかかわらず、あ、足りんね。計算不足ですね。あっちのをばらして。なるほど。しょ。よし。うん。お手込むで。こんなの言い方よ。違うよね。成功例を見てない。それがこれはさっき撮られたから。あ、バッチリやな。染めとかあるな。全然綺麗。綺麗ですね。クラムコンテ。本当コンテペース早い。あ、でもクラムコンテ綺麗だよ。あ、俺のドライバーどこ行った？とりあえず一旦もう端止めとく、軽く。うん、端はちょっと止めとこうかな。あれ、これこっちどこ行った。俺残りの番線は
あれ？ここにある。ドライバー？あれ？ドライバーどこ行ったんマジで？落とした？え？落としてないよね。ないっすね。下には。なんで？これ携帯やんね。後ろじゃない。後ろポケット。え？俺そんな入れるとこないぜ。なんで？こペンソー、ペンソー、これ、あれ？財布。よし。ここやな。楽しい。待ってよ。あっちは縦やれるけど、こっち縦やらに意味がない。え？俺が思っとるっすよ。あ、コーチさんのプラス。よいしょ。あれ待って、ここ縦にするには、あれやろ。一番なんか取り応えがあるわ。う重たいんすよね、端から。アップリングがあるのはここしかないやろ。間違いない。取れ高しかないぜ。大きい伏線じゃけん、これが今。この冬の。そっちの方がおもろいんかな、ね、ドライバーをなくした工事の。いや、そんな尺ないでしょ。でもあの人、あっから移動してないのになくしとるけね、まあ、確かになかなかやばいよ。不思議な現象じゃ。ちょっと、追ってみるわ。なんでどこ行った？どっから出てくるか楽しみだな。ほんまにどこ行ったん？でも落としたような音はしなかったねえ。だって、ポッケないね。俺ポッケ入れたんや。え、どこ行ったん？ここかかってる？かかってない。え？やばい。だいぶロスタイムや。やばいやばいやばい。どこ行ったんや。これね、多分1回リトルがドライバー貸した方が早く終わる。いや、俺はもうこの工事の時間は多分すごい今。こっちに調子合わせ。もったいないと思う。え、工事くん、どうやって結ぶって言った？あれ、なんかどうやって結ぶって言った？もの字を作って、うん、これね、はい、もの字。それどうなっとる？あ、ちょっとよかった。よいしょ。なんかあるとき言ってよ。なんかあるよ。言えるか、そんな。こう言って、こうやってねじるじゃん。うん、ちょっと 一周ぐらい、うん。そしたら、どっちだろう。こっちか。こっちにこうやって輪っかを作って、あ、これに入れて、ねじっていく。こうやって。あ、この時期ね。ああ、いい。輪っかがこう作れるじゃん。うん、で、まあ、それそう。で、このまっすぐの線と一緒に、こうねじってみたいな。全然わからん。俺もなんか、見よう見まねじるけどわからんね。でも、一緒ねじっていけば、閉まっていくのかな。こうやって、そう。こうやって、そう。で、そこの間に入れて、ここそう。ここだ。そう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 。こうやってやってたら、閉まってる。お前は全然閉まらない。本当に？違う。大谷さんに教えてよ。はい。ちょっと独学入ってる。俺もだけど独学入ってる。完全よ。みんな独学じゃん。周りはええよ。でもね、さっきの方のはマジでね、によってああ確かに周りよるって感じだったよね。今はね。ま、上が回れば下が緩むみたいなね。ちょっと俺もね全然統一されてないんよね。やり方変えた。でもちょっと今やり方変えて、ほら見てみて、ほら見てみて、ほらなんかさ回りよらん、これ縛られよるよね、ちゃんと。これを回しすぎた結果ちぎれたよ、さっき。てかまあちぎれたってことはちゃんと結ばれとったってことだ。そうそう、ほら全然動くじゃん。この余白が、ほらこの余白を消し方なんでしょうね。この余白をどう潰すかなんですけど、潰れないんですよね、これが。さっきはだってうまいくらい言ってた。あの、せめてもの褒め言葉ですよね。あ、でも違うね、ちょっと。あ、ほら、ちょっと
硬くなってない？さっきより違う？いや、わからん顔そこはでもね、嘘でもうんって言ってくれるとダメですよ。あ、これやばい、これやばい、あ、行く？これ途中の玉の玉の間で多分ちぎれるね、これここで、あ、ほらほらこの、わからんか、この玉と玉の間でちぎれそう、これ玉と玉だ、言うな、そんなことこっち縛ってけん、こうやってこうしときゃそんなもんだ、なあ、こんなもんこんなもんじゃ、ガチガチやかった、さっきのさっきのこっち、こっちガチガチなんよねこっち揺らぐんよね、なんでなんやろな、なんか道具ないん、これもうちょっともういいかな上には上がらんか、横にはずれる、あの、やりすぎたらちぎれるよ、うん、え、マジでドライバーどこ行ったんだよ、危ないっすか、なんかある、なんかありそうな顔してる、あいつ取った、もしかして、コツンとも言ってないんや、なんで、ポッキーに穴開いたんか思った最初、ポッキーに穴開いてこういったんかと思った、もういい、下までこれ見てや、え、ここさっきね、あれなんかく、あれ釘刺さってね、エアが全部抜けた、ペタンペタンやんえ、こん中入れた、え、落としてたな、マジあ、分かったっす、このゴムの件聞こえないんですよ、多分そういうことか、あれがいるね、あれでしょ、ポッキーがいるね、飛び職人の、飛び職人のポッキーがいるねいるね、あれでやらねえけどね、オッケー、頑張る、頑張る、仕事の時つけとった、そう、倉本工務店復活しやがったな、スピードが上がりやるぞ、あいつ、いやいや、やっぱ、うん、君は君のその痛い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 、心がえぐれそうだ、成長でしょ、やっぱ心がえぐれそうだよやっぱ崩れるんよな、でもこれができるようになったら、うん、またね、新しいことができるようになる、あたら、こんな、こんな落としおるようなやつが、いや、まあ、まだ甘っちゃい、まあまあね、おお言ってよ、これバリスラオイルか、あそか、ここオイルこぼれとったけ、俺踏んどんじゃん、あーツルツルないよ、ここなんでそんな追い込むんですか、バリ追い込まれたわ、今このオイルがね、足の裏を伝って今やばいわ、ここ今あれ、労災率 100% 今やばいね、ここやばいっす、ヘルメットいるっすね、これヤバさでしかないわ今、いや、この高さだったらもう命綱とかワンチャンいるんじゃないか、いるっすよね、なんか 1.5 メートルとかいろいろあるっすもんね、基準が、ハーネス、ハーネス、みんな知っとんだね、ハーネスとかね、なんだかんだ安全帯とかね、あれ全身じゃないとダメなんだ今ね、そう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 、あの腰とかだけじゃダメなんだ、あ、そうなんですか、そんなにも厳しいんすか、厳しいよ、どんなっすか、だって死ぬけんね、これ死んじゃうもん、うわチームが出てきて、じゃあと1、2、3本真ん中2本は危険体だけど、これどうするんですか、真ん中、
うわこれや、これこれこれや、これほらほらこれこれほらガッチガッチやん、こうやっとけんかねよっしゃこっちへ来るんです。行きますか。ああ、この行きますよ。ガバガバやあっちどうでした。もうガッチ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 。どうすちょっと青木見てみて。いや、あっちはなんかそのとこまでたどり着いてない。そもそもなかった。なんかね、これやっぱ細すぎて締めねえわ、この締め方じゃ。そもそもそれ何本ですか。おお、3本締め縄みたいな。締め縄っすね、確かに。こうやって、あ、そういうことか。なんか一般的なやつ。できるできるできる。パクロ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 。あれパクロなんだけど、でもこれ多分締めすぎたら切れる。ここやばい、切れる、うん、一番擦れる、やばい。あいつ滑りとかなかったやばいよ。オイルの滑りやばいわ。ここだってオイルだもん、ここだけ。さっきまでジャバジャバやったんですよ、溶けたけどマジ水浸しぐらいのオイルだったのよ、これ。なんでそういう、なんか追い込まれるとこを選ぶのか。わからんのよ、これが。これが奥にも。気づきゃなっとんよね。そういう差がなんだ。差がなんだと思う、これ。なんか滑るのを思ったら、そういうことでしょ。え、倉本くん、木の方で縛っとる。え、パイプの方で縛っとる。めっちゃ早いよ。あ、マナシャがこうガチガチにしてけ。長さは。普通は片方からやっていく。そういえばしょうがない。まあ、ん、いやいや、なんもないっす。あ、なんもないっすか。なんか重要な重要項目みたいな指摘があったような気がしたけど、これだなんか3本いくと何ですか。4本いったらいいんじゃないんだよ。4本いけないか。4本いっても締めれん、これ。ちょっと切れる、先に負ける、番線が。あー、巻きよったな。うん、どういうこと。うん、遅すぎ。あ、滑り滑り、やばい。もう全然スピードが違うんだよ。なんかもう、あれすごいよ、なんか修行しようでした。あ、でも切れるもん。俺ね、俺見習いよ、なんかあのドキュメンタリー系の一番親方っぽいけどこういうよって、お前気をつけろよって。そうそうそう、もう現場監督やもん。エメラルドマウンテン買わせるやつね。お前親方感出てる。こっちの、え、お前、え、そっち50センチ間隔でやってる。はいはいはい、こっち50センチ間隔なのに。え、ん、倉本工務店どうしました。それこっちにずるせる。こっち、そうそう、そっち、そっち、ガチガチなんすよ。ねえ、成功したもんね。そうそう、あ、いけた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 、緩みがあった、緩みがあった、緩みあった。このゆるんでしまった。ダメ、これこれ。え、でもなんか見た目いい感じだったけど。見た目すごく一番綺麗じゃない。太い木やっぱよく見える。あ、そういうこれ太いのであれだ、ダメじゃ、全然効かんわ。怖い、しゃーない。いや、奥さん、マジこっち来る、気をつけてね。マジで滑るよ、ほんまに。そっからやばいよ、明快よ。ちょっと取っとく。ほんまにやばいよ。ツルンズワーンあるよ。これをこうやって、うん、背中使うんじゃない、飛びっぽいね、なんかすごい、なんか鳥っぽい、その背中の。綺麗で、これ。その背中で。その余裕を作る感じが。鳥っぽい。こうやって。これを。こうやって、こうやってやって。引っ張って。こうやって、とりあえず2、3回巻くんや。2、3回巻く。うん。ぐるぐるぐるって巻いて。そしたら、こう束ねて。うん。ここって輪っこする。1秒。そこに輪っこする。で、こっちを持った状態で。持った状態で。こうやって。こうやって縛って。そういうことか。俺は輪っかを作るとこ間違えちゃったわ。
で、そう実はこうやって閉まってくんだけど、はい、線が細いけ切れる。青木工務店すげえな。バチバチバチって切れる。すぐダメ。で、線が細すぎるから無理これ。とりあえずはなんか止めるわ。とりあえずは止まってる。うん、とりあえず。うん、おお、一回、二回、いい。番線買ってきてくれるって言うけど甘える。コース。あ、ば、そうなんすか。え、これで行く全部ほんまに。あ、来た。来られた。これ多分無理よ。戻って来られたよ。こういうことね。ここの輪っかね。こうやって作る輪っか。ここね。輪っか作ってこっち持って。で。ぐるぐるね、ぐるぐる締まってくるんだけど、あ、そういうことか。力かけたら切れるし、玉がね、なんかあれですもんね、なんか、まあ、線はないんだよ、やっぱ。ある程度は困るけど、あれそれです。さすがに線が細すぎて、うん、無理。止まるけど、切れる。一生同じ景色や。一緒に全部が一緒に回るよ。あれ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 、なんか違うくない俺。おーすげえ。うわすげえ。あ、ガチガチや。うん、すげえ。早い。しかも早い。早い。あれ道具なもんじゃん。道具なもんじゃ。うわ、めっちゃ早かった。素晴らしい。じゃあ打ってこや。打ってこ。あ、でも こっちからでもこれを通すのはさ、屋根打つ前じゃん。あ、こっちから打てないんか。先そっちだけ待ってやって。これ覚えとかねえけん。どうなりたいの。2本で。2本やって。それなら。2本持つんで。2本持って。引っ掛けて、あ、もう絞るだけ。あ、たまそゆるゆるじゃない。 なんか今すごい言葉だったね。もうすぐしてくる。早いね。ねじねじ。すごい。すごい。ありが。いや。綺麗だ。綺麗だもん。そう。これは綺麗ですよ。ほら、見て。お、すげえ。ガチガチやわ。あれ、あの、あ、これ見た。あれ、どうした遊んどるけど。昆虫がなんか、昆虫がなんか下に見ないな。これはどうしたんすか。企画出してほしい。早っ、ガチガチじゃん。もうそれがそのもんじゃん。お願いします。はい、よ。全然いいよ。うっ、ちょ、打ってこ、あれ打ってこ、うん、打ってこ、あれ。うわすげえ。早いわ、圧倒的に早いわ。もう、うわーって言ってしまう。うわー、はい、すいません。端っこも、もう一回やっと。はい、すいません、お願いします。俺、あの端っこしか自信がないけ。え、ここだけはね、自信。ここだけしか自信がない、ここ。はい、じゃあ、あ、腕動くわ。任せ、お任せしましょう。あのまんま行こうや、じゃあ唯一。え、そうそう、あれだけね。あれだけ俺の痕跡を残してからと。3位に入れとくわ。あっこに、あっこに大時工務店。はい、じゃあ、ここから行くわ、どこ行った。さあ、こっからはマジでどうするんや。俺も役目が。お姉ちゃんはあの番線渡してあげて。あー、うまい。最低、最低。いや、結構重要や、思う。あー、そういうことですか。うん、そのテンポで決まるよね。ああ、確かに、あの、あれだわ。バッ、野球のノックの時みたいな感じでね、ボール渡しの。そうそうそう。監督ね。あ、それそれそれ。それね。テンポが決まる。あ、でもめちゃくちゃ番宣持たれてる。はい。はい。番宣祭りだった。もう、片手番宣祭りじゃった。プロはね、やっぱ。うん、もうすでに持っとんよ。予定が入っとんよ。どうするどうする。俺熱い視線を。リトルの1日トル今から。一回熱い視線送ってみる。こっちが行く。熱い視線。なんかが見つかるかもしれない。おお、どうしたどうした。あ、やばい。触っとけ。触っとけ。工場長。工場長。ここ
で、こう何箇所かできないとか。はい、すいません。何箇所かできない。これ、私たちこれ、このキャベツ、これが。え、あ、はい。あと、それが届くとこまで行っとった方がいいと。はい。どこに持ってます。左に出す。あ、え、ここは当てるね。あ、そういうことで持ってるね。これ、どうやって固定するんだろう。早いわ、あれ。打つんじゃないのか。いや、考える。これ、あ、これを打つんですね。釘はこれじゃない。釘はこれ。あー、いやじゃん。それ用のやつ。いかつい。早いじゃん。うわ、何今の。今の何。なんかもう、マスコットみたい。やばかったね。もう俺はとにかく、なんかぶつかってこいみたいな。ミッキー、稽古、稽古。あ、稽古。こういうやつ。怖い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 。ディズニーランドももう、飛びつけるけんね。あー、なんかやりよく解禁したんすか。あ、だ逆にダメやったんすね、やっぱりコロナのあれでね。君はそれと一緒だ。あんなめっちゃ便利なの。どういうなもんだな。どういうことやっぱ。どういうのが便利。ちょっと嫌な、置いていこうか。何でしょう。これから貼っとこうやん。どこまで貼っとこう。専用のがあるんやけど、これ横はなんかビニール貼るんですか。一応ね、壁を何個かあるんですね。そう、さすがに通数じゃないですね。通数だと全部これ折れんよね、乗っても。いや、折れるよ。それはやめとき。この木は怖いっすね。この木は乗れんと思うよ。木のね、うん、この木のこのここのパイプの上とかならまだいいかもしれない。木は無理だと思う。全体じゃ乗っけんほうがいい。絶対無理。あ、釘を出す。専用の釘を。え、これこっち出方が全然違うけど。大滝さんがあっち側を固定しとるから。はい。え？出方が全然違う。出方って何？その許して。木の出方ってこと？許して。はい、こんな感じ。ふふふふ、院長ね、ここ これか、ここの話か。そうそう、だけ片方ずつやっていかんと、合わん、合わせれんくなるよね。あ、片方縛れば、もう向こう揃うんか。そうそうそう、両…ここから急激に短くなるもんね。でもあれ、うまくいったもんね。そう、あっちだけね。その端っこだけ。あの端っこだけは一番の結果だもんね。あれ結果さ、あれがしかも第1号、第1号にして最後、最高やな。原点にして頂点やって俺の。足りんかったら俺打てるんじゃん。普段俺はもうええよ。30枚足りん？足りんくない？ 200？ まあ足りんかったら、あっちやったら最終増やせれるけ。最終増やせれるけ。うん、これまっすぐ、これぐらいかな。これまっすぐ分からん。これまっすぐ、それがまっすぐかも分からん。これまっすぐこれ一人しかできんの。そっちへ行こう。やばい、これなんか。なかなかアスリートよ。よいしょ。重ねる。重ねて、こっち一面だけもう。やってしまう。私は何でこれ、釘やった？
これぐらい、うん、うん、2個これで固定できる。2個半え、これ1個半2個これでいいんじゃない。2個で、OK、うん、疲れるんじゃねえよ、何もできない。いける足場がないと何もできない。上行く。またここもまた足場がないやつやね。足場ない、ここはここ危ないやつ。行かざるがええんじゃろ。どっからその気合が出るの。この恥しかできんよ。いいや、恥だけでも打ってくれだけで助かるわ。シコ行こう。うん、行って。新しい言い方がどうも、どうもなんかもう。あれやる？ここまで。それがあればまあ乗れるんだったら、こういう風にやればまあいけることはない。ああ、パイプをこの斜めに、これをこっちに持ってきときゃ、あの上に乗って、ああ移動していけばできんことはない。せざるを得んすせざるを得んすか。やってみる。だってこれもう怖いもん、俺この木に全体重かけるの。はい、さすがで、それ、こっち側。はい、こいつも怖いもん。こいつもね、こいつも怖いけんね。よし、でもまあ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 です。まあまあまあ。いやもうここまで。岩本大輝はこう言った。人生なんて。俺怖。屋根。屋根。いや釘ください、釘。釘はもう。わお。俺の何かです。山本大輝は俺にこう言った。屋根がないもん。釘食べてください。もうその一本一本めんどくさい。存じ上げてます。もう終わったよ。あれ、もう終わった。消滅。屋根ください。これしかない。俺には屋根持ってくること。何してる今日。降りそうな感じではあるけど、ラベルが上の方がいい。ラベルが上の方が波が多分同じあれじゃないかな。斜め入れよう、こうか。斜め。大輔さん。え？斜め。斜め。足した方がいいですか。斜め足しとこうか。斜めをガチさせるなら、ちょっと斜め残るね、ずーっと戦闘宣言が。すごっ。皆さん、お疲れ様でした。ギリギリ間に合いました。間に合いました。なんとか。ギリギリ。ほんまにギリギリ。あと本当に1時間とか遅れだったらさ、もう。おお。屋根やる。もうバイクも片付けられたからさ。ギリギリやな、お前。屋根やってなかったら終わっとったね、マジで。本当それよかったね。そうね、最後のあのちゃんと屋根をやるっていうあのあれがなかったら、う
終わり終わりに終わった。うわ雷やばい、雷がやばい、すごい。まあ後日ですね、続きは続きは後日。すごいよ、いつやむ、すぐやむとは言うけど到底そうは思えんよ、うん、これは。うわーきっちりわ、ビールみたいな。ビールの顔なんすよ。ビールやね、うん。うまいっすか。うまい。めっちゃうまい。あの、でさっきコウジさんね、決定的瞬間捉えたので、動画で。あれやばいね。あれで、ね、ちょっと入れれたら、入れて。すさまじいのが撮れたんで。あれちょっと見てもらえば。びっくり。ほんと、びっくりした。一番、おぉ、来た。これでも結構こっち側が光るよりさ、どっか怖いときやんじゃない、多分。いや確率少ないっすよ、でも。うん、まあ、近かったもんね。うん、近かって画角に入れるってよっぽどっすよ。横でもね、奇跡なのに、縦撮りですからね。縦やったね。やることを祈りましょう。ビールにあげよう。あげて。YouTube の消化動画にあげよう。その短く区切らんとね。最初が長いし。キュッと。これやむ。あるよね。すごい。やむ気配かな。あの初日でテストができたね、高雨量のテストが初日で。雨漏りない、雨漏りテスト初日。雨漏りはないね。ちょっとあもうよい、うわ、やば、背中もびしゃびしゃや、すごい量やわ、もうそろそろ行く、うわそろそろやむはずなんだけどね。真っ赤や、真っ赤すぎ、真っ赤や、すげえ。ちょうど動画上げていい、これ稲妻をできちゃって、なにユニちゃんのメインな、メインのショート稲妻激写、すごい、当たり前じゃない。でもね、竜みたいだったね。なんてなんてなんてやったら竜、ドラゴン、ドラゴン、広島の竜が、竜が襲ってきた。竜の使いがドボン、大雨からのドラゴンだってこと。あ、やんできたね。あ、やんできた、ドワーンが来るの。入る、入っとる、入ってない、入ってない、入ってないって。うわーで切った、うわーで切ったんだよ。あー、ってなったね、そういうこと。びっくりしてってこと。あ、そういうこと。じゃあ交換をつけるしかないっすね。交換をつける、ドン強っ。で、今みんなの顔が映ってないけど、ここでインサートを撮る。マジで、うおーってずった感すごいね、もうその瞬間。もう上げたよ、ずった感だよ。上げた、早いな、俺上げるけん、そういう時に。どうやったの、これ。奇跡の価格やったな。
もうびっくりしても止めたんだ。止めたんじゃろうね、俺。あ、不意に。え、俺は多分長押ししとったんや。あー。多分じゃけんだと思う。あの、ストーリー感覚でこうやってやるよか。あー、じゃ、手離したんすね。手離したんすね。タイトルは大滝からのドラゴン。は？すげえ。弱めな。雨雲レーダーで破ってなってるけどね。俺ね、山んとね、車があっちにある。あ、あっちにあるんすか？うん、あっちにある。大雨の中のドラゴン。大滝ドラゴン。大滝ドラゴン、誰が見るよ、そんなの。うおー、すごいね、お前。結構光ったよ。すごいね。稲妻でいい？稲妻。本通り全く落ちないよ。あ、そうね。全く状況が違う。雷鳴とどろく。こんなにも違う。30分走るだけで、うん、天気が。やっぱ山なんすね。あれじゃろ、ほんで俺があっち帰ったら何もないんだろ。そういうことっすね。乾いとるさ。ねえ、道路がカラッとして。そう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 。多分緑ら辺で多分これ天気違うっすよ。いつもな。あれ取れんかね、あの雨と晴れのとこのこの境目。あるじゃん、なんか。あれって面白いっすよね。俺も見たことない。グラデーションにならんのっすかね。もう取れたよ。もうやばいっすよ。何ね。ザーって降って車でさ、ピンって。あれ。どうなんすかね。なだらかになるんか、一気に止まるんか。どうなんかね。不思議な話っすよ。どうなんかな。この雨だけ、まあ、パッと終わりそうですけどね。